しかし、縮まらないからといって、それが、俺が進まない理由にはならん。抜けないことが明らかだからって。俺が努力しなくていいってことにはならない。島田会。本当に勝ちたいんなら粘れ。攻めるだけじゃなくちゃんと守れ。潔いのと投げやりなのは、似ているけど違うんだ。もっと自分の将棋を、自分を大事にしてくれ。二階堂春信。欲がないことを日本人はとかく美しく言い立てるが、目標は良くて欲はいかんっておかしいだろう。そりゃ同じもんじゃないのか。藤本雷道。恥なんて書いてなんぼだ。失敗したってことは挑戦したってことだからな。何もやんねえで他人のこと笑ってる人生よりずっとまともだ。川本染治。そのうち大人になりゃ嫌でも気づくさ。どんなやつでも一線でやっている人間で恥をかいたことないやつなんていねえってことにな。楽しそうだと思ったからいいじゃねえか。理由なんて一個で OK だ。デモが100個揃えば開く扉があればいいが、はっきり言ってねえよそんなドア。林田隆。一人じゃどうにもならなくなったら誰かに頼れ。でないと実は誰もお前に頼れないんだ。だからって諦めるわけにはいかねえんだ。答えが見つかんないから何もしませんでした。じゃ話は進まねえ。他人の気持ちを考える人間が何も考えていない人間に勝てるわけがない。空気なんか読んでたらボロボロにされるだけだ。私よりあなたを幸せにしてくれる女ならば身を引く覚悟もありますが、あなたを一時しか幸せにしてくれない人のために別れるつもりなど毛頭ありません。藤本桜子。信じれば夢は叶う。それは多分本当だ。ただし一文が抜けている。信じて努力を続ければ夢は叶う。これが正解だ。さらに言えば、信じて他のライバルよりも1時間長く毎日努力を続ければある程度までの夢はかなりの確率で叶うだ。キャッチコピーというものは短い方がいい。でもこれはあまりにもはしょりすぎだと思う。山崎純慶。リングに上がりもしねえでヤジだけ飛ばすやつを見ると虫図が走るんだよ。後藤政宗。誰が偉くて誰が偉くないっていつどうやって決まるの？誰が決めるの？私たちみんな同じ、ただの中学生のはずなのに。川本ひなた。失敗は怖いし、焦ってパニックになるし、何度思い出しても情けなくてわーっとなるんだけど、それなのにどうしても投げ出せないの。どんなに落ち込んでもよし次こそは絶対って思うの。私思うんだ。きっとこんな風にね、しつこく諦めきれない気持ちを向いてるって言うんじゃないかなって。達成感と面倒くささは漏れなくセットになってるのがね。川本あかり。勝った日は大いに喜び、負けた日は反省する。でも苦しみすぎてはいけないと決めている。この海はまだまだ広く、日々はこれからも続くのだ。入江。生きるってことについてなら僕思うんです。自分もいつか死ぬんだってことを忘れてのんきに日々を送れてしまうこと、それって人間の持っているちっぽけな権利の一つなんじゃないかなって。なめりかわいざや。子供の頃ばっちゃんが言ってた。できないには本当にできないと、しんどそうでやりたくないの2種類があるって。そして大抵の夢はしんどそうでやりたくないの先に光ってるって。のびとめあずさ。人は情熱を失うとせっかちになる。次から次へ成果が欲しくなり近道を探し始める。でも最短距離はみんなが通りたい道だから、ぎゅうぎゅうな上みんなが持っているものしかもう落ちていない。そしてそのもうみんなが持っているものを投げつけ合っても勝負はなかなかつかない。しかも近道を選びがちで歩いていないので基礎体力が落ちている。するとますますもっとお得な道を探したくなる。自分の弱さから目をそらすやつがするのが憂さ晴らし。
弱さを見つめる人間がするのが、立て直し。彼はきっと走って帰って勉強するよ。田中太一郎。得たり失ったりは、すべての人間に、避けようもなく訪れるもの。喜んだりがっかりを繰り返し、人は、自分の心の取り扱い方を学んでいくのです。野口英作。言いたいことを言うのと、言わなければいけないことを言うの違いを知ることが大人への一歩ですよ。失望も寂しさも人間には必要な感情です。勇気を出して新しい世界に手を伸ばすのは寂しさゆえのこと。そうやって人は自分の小さな世界を赤子のように手を伸ばして広げていくのではないでしょうか。精一杯頑張った人間が最後にたどり着く場所が焼け野ヶ原なんかであってたまるものか。時が経てば焼け野っ原には嫌でも、またあっという間に草が生える。一面の緑になる。それを一緒に見るんだよ。柳原作太郎。プロになるのがゴールなんじゃない。なってからの方が気が遠くなるほど長いんだ。進めば進むほど道は険しく、周りに人はいなくなる。自分で自分をメンテナンスできる人間しか、どの道先へは進めなくなるんだよ。幸田正親。人生はいつも立ち向かうか、座り込むかの二択だ。何もしないでいても助かるなら僕だってそうした。でもそんなわけないことくらい、小学生にだってわかった。だから自分がいてもいい場所を必死に探した。自分の足で立たねばと思った。一人でも生きてゆけるように、誰も傷つけずに済むように。桐山礼。プロになるということは、止まらない列車に飛び乗るようなものだ。もう二度と降りることはできない。負けて転がり落ちるまでは。必要とされたい、だから強くなりたい。それのどこが不純なんだ。強くなればなるほど、負けたとき悔しくなります。かけた時間の分だけ、負けると悔しいので、進めば進むほど悔しくなります。多分、逃げなかったって記憶が欲しかったんだと思います。